西部劇の町お花タウンへと到着したミツナはハウとバトルをすることに。ガンマンのごとくハウを瞬殺したミツナはお花牧場でアーカラ島キャプテンのマオと再会する。マオのモーモーミルクを一気飲みしたミツナはポケモン預かり所でケンタロスを乗り回しながらアーカラ島最初の試練に立ち向かうのであった。果たして最初の試練とはどんな試練なのか。強いのは私だけです、お兄様。ポケットモンスターウルトラムーン第9回目実況やっていきます。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。よろしくお願いいたします。さあ、第9回目ということで、こちらですね、ポケモンの預かり所の前で突進をしているミツナちゃんではございます。で、前回はですね、こちら、まあ預かり所まで来て読めていたんですが、今回はですね、さて、どこに行くかと言いますと、こちらですね、4番道路、いや5番道路か、入り組んだ道と段差が入り混じった踏破するには結構疲れる道路に向かいたいと思っております。で、ポケモンのですねレベルを上げておりましたので紹介しておきましょう。進化したポケモンもね結構いるんで、まずはそちらの紹介をしておきましょう。こいつらですね、まず犬山ですね、ついに夏気度がね上がってってペルシアに進化することができました。次、ケンタラスを野生で捕まえました。名前はモーです。そして、EV ですね。野生で出てきましたので、捕まえました。こいつは進化させないので、シゲルという名前で付けております。同じ名前で、3の時にも付けました。で、預かり屋さんで卵もらって孵化させてみたんですが、今度ね、また EV が出てきたんで、で、女の子だったんで嬉しかったんですが、まあまあ、EV ね、捕まえてたんで、なんだよと思ったんですよね、正直。まあ、しょうがないでしょう。で、名前はチョコということで、サンダースに進化させようかと思います。で、そのサンダースの活躍については、確かホワイトかブラック2のどちらかで活躍しております。同じく名前はチョコでした。次、ミルタンクですね。こいつもですね、野生で出てきました。で、名前はミルメクですね。同じですね、3の時と。次、ですね、プリッツがハリテ山に進化できました。まあ、こんだけですね。次、ですね、ムサシですね。アーボクに進化することができました。レベル22です。次、ダイコですね。ガントルにレベル25で進化できました。ただですね、ガントルはですね、なんだっけ、名前忘れちゃったな、ギガイアスだっけな、に進化するためには通信交換が必要なんですよね。まあ、なので、友達がいない私にはですね、交換ができないので、ここで終了ですね。次、ゴルバットですね。アヤヤガでですね、ついにゴルバットに進化できました。で、進化した後にレベル25まで上げたんですが、夏季進化できなくてですね、もう少しかかるかなと。あとレベル1、2ぐらいかかるんじゃないかなと予測しております。次、ラッタですね。このラッタちょっと違うところがありまして、主ポケモンなんですよね。ヌシールを20枚手に入れて、で、ビーチに行ったオーキド博士からもらいました。ちょっとね、これだけだとね、大きさがよくわかんないと思うんで、ちょっと待ってね。よいしょ。ですね。これが普通のラッタです。僕が野生で捕まえたコラッタを進化させたタマチューですね。でかっこの差がすごいよな。こんなにでかいんだね。まあ、覚えてる技はね、そんなに大差ないんですが、ただ単に大きさが違うよっていうだけです。へーっていう。まあ、だからなんだっていう話なんですけど、特にオーラとかもまとっていないと思うんで、まあ使う機会はないでしょう。で、話を戻して、次、キュータですね。ゴーストで進化することができました。で、ゴーストもですね、先ほどのこのガントルと同じように通信交換が必要なので進化させることができません。次、ツアーですね。アブリーがアブリボンにレベル25で進化しました。次、ですね、シャリアですね、ハーディアに進化できました。まあ野生でね、出てきていたところを前回ね、捕まえてはいたんですが、レベル25まで上げて、あとはね、なまっちゃった。あとは、まあムーランドに進化させれば終了ですね。なんぼだっけな、レベル30ぐらいなのかな、ちょっと覚えてないんですが。で、次、ジンギスですね、野生でですね、メリープが出てきましたので捕まえて、ジンギスと名付けました。で、レベル30で確か電流に進化するんで、お役ごめんでしょう。ジンギスの活躍については、僕の初めてのポケモン実況である、ポケモンのハートゴールドの実況をご覧ください。で、次。ですね、イワンコがついに進化できました。ラッテですね、レベル25で、夜の時に進化させました。ルガルガンですね。
どうしようかな、こいつちょっとスタメンに入れてみたいんですよね。まあルガルガンをね、厳密に言うと3の時にスタメンに入れてはいたんですが、姿が違うのでぜひねちょっと入れてみたいと思っております。で、あとはですね、基本的にはみんなレベル25までなんか育っちゃいました。うん、なんかね、そのこいつらを育ててる間にですね、手持ちに入れていたら学習装置のおかげでどんどんレベルが上がってしまいましてですね、まあみんなレベル25まで上げてみました。で、スタメンもね付き合っていたら、なんとね相棒がもうレベル29になっております。まあ全体的にですね高めの設定になっております。さあということで、早速ですね向かいましょうか。5番道路、今日は穏やかに晴れております。行きましょう。釣り竿もね手に入れたいしね。おーなんだおっさんはな、島巡りをサポートする試練サポーター。なんでこんなとこにいるんだ。不思議な技を覚えていかんか。使う場所で効果が変わる。まずは5番道路のトレーナーをみんな倒してこい。ほう、うん、倒したいのは山々なんだけど、危ねえな山々なんですが、私はですねそういうのは裏でやっておきますので後にしましょう。で、よいしょ、あ、こっから通れないんだっけ。そっか、じゃあ嫌でも戦わなきゃいけねえんだな。しょうがねえな。じゃあ、あのちびっこ2人を倒しますか。ダブルバトルだから初めてかもね。見つかっちまったか。やっぱダメか。 1+1 は2ではなく3にも4にもなると思います。負けるわけない、強い気持ちが大事。全部ひらがな。さあ、ダブルバトル、サコちゃんですね。千尋美尋行きましょう。門面とチリナ、スタート。さあ、ダブル草ですね。もう余裕ですな氷に飛行にも最高ですな。じゃあ、まず相棒は凍えるかぜ全体攻撃で、いっちゃんは水盤のこうか。もうどっちもいいや。あー、やった。あ、もう全体攻撃するまでもないですね。あっという間ですね。経験値は足りんな、貴様ら。はい、これも一撃で倒す。まあ最強コンビですからね、うちのパーティーの。すまんね、話にならんかったね。さあ、お、5番道路、段差もある入り組んだ道出たぞ。ハウ君とお兄様、あはは、やられちゃった。まあでしょうね。お兄様、お前本気でそれか。そうだよ、本気でポケモン勝負楽しんでるよ。ふん、楽しむか。持てる力を勝負で出し尽くしてから言うんだな。はいはい、ちょっとすいませんね。わあ、ミツナ、ちょっとどいてもらえます。この人怖いよ。怖いっていうか中二なんだよ。ミツナ、そうです、違います。ちょっと違うんで、そこ通してもらっていいですか。ほう、警戒してるのか。そういうの嫌いじゃない。俺はグラジオ、リーリエの兄貴だ。訳あって強くなるため相棒のヌルを鍛えている。ま、今はスカルダンの雇われ用心棒だがな。何も言わず俺たちの相手しない。おお、なんだなんだ、リーリエを渡さんぞ。さあ、一応スカルダンとしての登場ですね。お兄様、俺の左腕がうずくさあ、海岸したところで行きましょうか。ズバッて、ちょっとちょっと、ズバットとか舐め腐ってんですか、お兄様。頼むぜ。そんなんじゃちょっとリーレイちゃんは渡せんな。さあ、車輪眼海岸してるところで申し訳ないんですが。はい。あ、なんだなんだ。ゾロアかい。まあ、どっちにしろ一撃ですね。ってことはズバットがいるんですよね。はい、もう一回ズバット来ます。よく今の凍える風を見てズバッと出せるな。すごいな。その勇気だけはちょっとね、詳細に値しますが。はい。チャララ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 、チャチャララチャ。なんかもうこれ BGM 口ずさんでたら終わるぞ。タイプヌル来た。チャラ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 。来たぜ、ヌル。結局ね、こいつもよくわかんないんですが、バブル光線ね。ドーン。あ、まあ、さすがにね、ヌルは硬いか。痛いな。っていうか、うちの相棒よりさ、S が負けてるってだいぶだな。タイプヌルも。はい。惜しい。うお、終わんね。マジか。すまんね。ちょっと舐めてしまった。申し訳ない。さすがにね、悪ジェじゃ倒せなかったね。はい、落とすと。すいませんね。ちょっと舐めっぷしてしまいました。これは失礼。
はい、残念でしたと。ふん、憎いやつだ。680円か、安いな。イリマの方がもっと金くれたぞ。ふん、何してやがる俺。強いやつと戦う、ん？続けて戦う心構えが足りていないのか。強いやつ？んなもんいなかったぞ、俺しか。ああ、そいつのポケモンは弱くはない。ポケモン勝負を楽しむ奴がいてもいいさ。だが、そいつは、島キングに、しかも本気の腹に勝てないからそうやって言い訳してるのさ。じいちゃん知ってるの？っていうか俺強いの？まあ、強くはないな。なんだ、グラジオも大したことねえな。来た、お姉さんと一緒に来ましたよ、スカルダン。決めポーズ。はい、はい。いずれにしても、寝なし草？根性入ってないのよ。代わりにあたいら根性入れて、やっからそこどきなさいよ、はい。カーモン、おなんだ。曲やめ、ちょっと、やめておくんだな。曲もやめないでもらえます？あん？おう。俺に勝てないくせに、ポケモンを無駄に傷つけるな。君のヌル君はいいのかい？いいポケモンだ。わざわざ来たのに骨折り損のくたびれ儲け。あなたが止めなきゃ、せせらぎの丘にいる主ポケモンを奪ってたのに。帰ろ帰ろ、闇カラスが鳴くから帰ろ。カラスが鳴くから帰りましょ。グラジオさんよ、お前よ、ボスに気に入られてるけどよ、雇われ用心棒なの、正式なスカルダンじゃないの。わかってるよな、なあ、なあ。言っちゃった。よ、よ、よ。帰るよ、カラスが鳴くから帰るよ、よ、グラジオも帰るよ、おう。リーリエを渡さないよ、お兄様。言っちゃって。ミツナありがとう、おしゃまりもありがとう。お疲れだったね、回復させてくれ。はぁ、せせらぎの丘の試練に挑むなら、ポケモンを鍛えないと。ミツナ、いいものあげるからファイトだよ。はい、どうも。俺ももうちょっとレベル上げるか、これ。言っちゃった。さ、先に進みましょう。さあ、ポケ戦のね、探索も終わったので、先に進んでいきましょう。せせらぎの丘、島巡り試練の場、スイレンちゃん、あいま会いに行きます。さあ、行こうぜ。これか。ここはせせらぎの丘。あ、すまけ。さあ、さあ、さあ、さあ。散々ここでね、ずっと、おお、早速いるよ。こんにちは。はい、私、スイレンでございます。こちら、せせらぎの丘のキャプテンを務めています。礼儀正しい子。島巡りの方、スイレンの試練に挑まれますか？もちろん。うお、早いな、おいおい。なんだなんだ。こんな早く。では、試練について説明いたしますね。スイレンの試練は、せせらぎの丘の下流にあるポケモンたち。ズバリ答えを言いますが、弱したちを追い込むことで、主ポケモンを呼び出すのです。ほう。もちろん、泳いでとは言いません。素敵な贈り物をしますから、ラプラス。やったぜ。ありがとう。ポケモンラプラスに乗せてもらうと、水上を移動できます。これでポケモンたちを追い込むことができますね。それでは私についてきてください。一緒に泳ぎません？スイレンちゃん、ねえ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 。で、移動ですね。よいしょ、ちょっと草むらを避けながら進んでいきますよ。この試練中はね、捕まえらんないんでね、ポケモンが。いいですね、天気が良くて。お待ちしておりました。お名前何でしたっけ？ミツナです。あー、ミツナさん、素敵なお名前ですね。ありがとうございます。親が喜びます。あそこに水しぶきが2つありますよね。おうおう、あ、2つある。3の時とはちょっと違うんだね。私が思うに、どちらか、いや、ひょっとするとどちらとも弱したちではないでしょうか。海パン野郎じゃなくて、ラプラスと一緒に追い込んでみてください。やっとぜ。ついにまたあの BGM も流す時が来たな。行こうぜ。よいしょー、ありゃ。で、戦闘ですね。行きましょう。しずくもじゃねえか。弱しじゃねえじゃねえか。さあ行こうぜ。水には水だ。ガンガン攻めるぜ。もう、使える技がチャームボイスしかありませんが。はい。虫食い。まあ別に虫には弱くないので、いいでしょう。ポヒーポヒー。
そうか、今回しずくもだったな。って考えるとあれじゃねえか、鬼しずくもが出てくるから戦闘変えた方がいいかな。ああ、呼ばした、こっちは呼ばしたんだな。さあ行くぞ、相棒。さあやっていくぜ、チャームボイス戦。おひー、一撃。しずくもの方があれなんだな、防御は高いんだな、特防が高いのか。おお、逃げてった。なんか天気急に悪くなったよ。ヨバシはせせらぎの丘の下流に逃げていったようだ。まあミツナさん、素晴らしい腕前ですね。この調子でどんどんヨバシを追いかけましょう。はーい、よいしょ。さあラプラスに乗ってきたところでアイテム、元気のかけらこれで4つ目ですよ、今回のパートだけで。すごいな。よいしょよいしょよいしょ。ここも2つ。はい、あーはいはいはい、同じか。じゃあもう2体も倒していきますか。はい、さあ着いたぜ、主の間。水野さん、あそこ、あそこをご覧ください。お、どうやらうまく主ポケモンを呼び出せましたね。あなたたちの力を主ポケモンにぶつけてください。そして打ち勝ってください。へい、さあ行こうぜ。まあ三名の時にはね弱しだったんですが、今回は果たしてどうなることやら。おお、雨が強くなってきたぜ。弱しが集まって出てくるのはきたぜ。あわあわー。さあ鬼しずくもの登場です。行きましょう、主バトル。さあ来たぜ。素早さが上がるのか。さあ行くぞ相棒、水には水で行きましょう。でっか。さあ雨が強くなってるんで水タイプのね技の威力が上がるんですが、そんなん知ったこっちゃねえと。弱い弱いぞ。吸血回復してくるか。これは非常にめんどくさい。やっぱダメですな、しずくも。ちょっとね呼ばれるとめんどくさいんで、ここはもう選手交代でいきましょう。やっぱり相棒の力じゃ無理でした、あんなに効かないと思ってなかった。頼むぜいっちゃん。ただいっちゃんといえどね、ちょっときついんじゃねえかなっていう気がしますよ。これ水タイプの技使われたらおしまいです。さあ相棒がね積み重ねたわねダメージも一瞬にしてなくなりましたが、水盤でいくか。鬼しずくも食らえ。まあ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 半分ぐらいか。泡とか舐めてんだろおい。おいお前らちょっと舐めっぷやめろ。じゃあ鬼しずくもにはさっさと退場していただきましょう。はい、さよなら。オッケー、よくやったぜいっちゃん、さすがだぜ。相棒おめでとう、レベル30。ドラもおめでとう。泡、まあ泡といえどね、さすがにね雨が降ってるだけあって威力は高いっすね。これ落とせなかったら多分いっちゃん死んじゃうな。落としてくれ。オッケー、さすがいっちゃん強いぜ。やったぜいっちゃん、もっと喜んでたらどうなのよ。無事鬼しずくも倒しました。テレレレーテレレレレレテレレレテレテファ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 ーンと。おお、スイレンちゃん勝ったぜ。ミツナさんお見事です、私の元に来てください。はーい。まさかまさかでしたね、弱しが集まって現れるのが鬼しずくもとはびっくりです。ふふふ、私までが釣られたのでしょうか。ミツナさん素敵です、これを受け取ってください。ありがとう。
まあどうだろう、弱足の時よりやりやすかったのかな。さあ2つ目の試練クリアですね。まあ大試練入れたら3つだけどね。さあ残るは2つの試練ですね。よろしいですか、水の全力ポーズはこうしてこうするのでございます。サザエでございます。そしてさらにさらにです、水蓮の試練をこなした証に私が作った北釣り竿を、これでシールが多分2枚ぐらい取れるな。釣り竿の使い方です。ポケモンを釣るにはまず岩陰を調べます。浮きが沈むとポケモンが暴れます。びっくりマークが出たタイミングで A ボタンを押してくださいです。釣ったポケモンを捕まえるならダイブボールがおすすめですよ。なんて親切、10個もくれた。使うかどうかは分かんないけど。ちなみに私、赤いギャラドスを釣ったこともあるんですね。すごい、やるじゃん。わざわざ上都地方まで行ったんだね。お疲れになりましたよね。5番道路のポケモンセンターまでお送りしましょうか、ぜひデートしましょう。ポケモンセンターまで。次は夏季の試練、ベラ火山公園ですね。そうでした、お花牧場のウソッキーはご覧になりました？あの子たち悪さをしていたから水ゼットを使ってジェットパワーでちょっぴり懲らしめてあげたのです。じゃあ僕もね、懲らしめてあげましょう。あなたの水ゼットにどんな反応をするのか気になりますね。木だけにね。さ、とりあえずね、達成したんでポケセンで休んで今回もおしまいかな。で次回はですね、まあウソッキーたちに水をぶっかけてどかせて、であれかな、ロイヤルアベニューとかその辺になるんでしょうか。確かあれなんかそんなね、施設あったよね。ここ、これだ。ロイヤルアベニュー、ロイヤルドームの周りに発展したまるでシティのような大通りっていう感じで、ここにね向かいたいと思いますよ。よし、じゃあとりあえずね、一つ目の試練達成できたんで、あとはですね、夏季の試練に向かいたいと思います。ツイッターとブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。